定一の国は、古谷うさぎ丸による日本の漫画作品、ジャンプ SQ19 にて、2010年総刊号から2011年秋号まで連載された。その後本詞のジャンプスクエアに、掲載紙を移し2012年3月号から2016年5月号まで連載。話数カウントは、第57話、2017年5月号で事実上の完結編と、 なる番外編が掲載された。この番外編は映画版小説に収録されている。なお、新時代での定一の国表記は誤りである。昭和時代。赤羽定一は総理大臣になり、自分の国を作るという人生の目的と野望のため、全国屈指の頭脳を持つ800人のエリート、学生たちが通う日本一の町名門海底高校の生徒会長に、 なることを決心した。政財界に強力なコネを持ち、海見門高校で生徒会長を務めた者には、将来の内閣入りが確約されているという。声の項はバミック版、縁の項は舞台版、縁の項は映画版のキャスト。表儀街道学年一学年上二学年上一学年下その他の生徒教師集英社のボイスコミック、バミックとして二千十二年二月に、 ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、同年3月からバミック公式サイトで配信された。第1章は、マナブランカ劇、定一の国のタイトルで、2014年4月18日から5月6日まで、パルコ劇場で上演された。第2章は、マナブランカ劇、定一の国から決戦のマイムマイムマイナスのタイトルで、 2015年7月12日から7月20日まで、アイーア2.5シアター東京、2015年7月25日から7月26日まで、梅田芸術劇場で上演された。最終章は、マナブランカ劇、定一の国から決戦のラストダンスマイナスのタイトルで、2016年3月17日から3月27日まで、アイーア2.5シアター東京で上演された。 主要キャストは常実。ここではそれ以外のキャストについて記す。同名タイトルの実写映画が2017年4月29日公開。監督は長井聡。主演は須田正樹。2015年12月20日のジャンプフェスタ2016にて発表。大学関連では武蔵大学や東京農工大学などが撮影場所を提供している。 前半のオープニング曲にフラッテバッカーのハードブローが使われている。野心が止まらない。僕は靴を舐めて、かつ。定位置の国。学生街の喫茶店は登場する東郷菊場、大高段、氷室ローランド、坂木原光明、森園奥人の5名をそれぞれ主役に描いたオムニバスドラマ前後話が制作された。2016年4月21日24時に、 フジテレビオンデマンドで一件配信。2017年4月24日から4月28日までフジテレビでも放送された。完全版 DVD として2017年5月17日から全国のツタヤやゲオでレンタルが開始。収録されているのはテレビ放送版より長いディレクターズカット版である。キャスト放送日程ネット局など。 スタッフ以下の出展は、集営者ブックナビ内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。定一の国から決戦のマイムマイムマイナスに関する、カテゴリー。定一の国から決戦のラストダンスマイナスに関する、カテゴリー。定一の国。学生街の喫茶店に関するカテゴリー。ありがとうございます。